皆さん、見学ツアーお楽しみいただけてますか？プレジデントやシンラカンパニーのこと知っていただけました？プレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。次のブースではシンラカンパニーが展開している事業について部門別に詳しくご説明したいと思います。え、こんなこともやってたの？と驚くこと間違いなし。お楽しみに。よく見るやつだね。散々スクラップにしてやったぜ。申し訳ございません。兵器開発部門のブースはただいまで。うひょ、何？ようこそ。わしが統括する宇宙開発部門。資源はいい。今は魔鋼が手出し。ちょっと残念。説明は無意味。このシュウロ、これ以上時間を無駄にしたくないので帰らせてもらう。申し訳ございません。治安維持部門。申し訳ございません。治安維持部門。ようこそ新ラビルへ。我々都市開発部門では皆様に日夜エネルギーを供給。プレートや支柱、市街地や現在はプレート上にこちらが完成した暁、もうしばらくお待ちいただければ幸いです。いかがでしたか？シンラカンパニーが手掛けている事業やそこから生み出された結晶の数々ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し日夜皆さんの安全をお守りしているのです。次のブースでは魔鋼エネルギーや魔鋼炉のこと、ミッドガルのことを全て説明しちゃいますよ。お楽しみに。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えて、または高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔鋼で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは
目を曇らせるんだよな。俺にもそんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。地には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに、彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの木。しかし、そんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔鋼をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔鋼エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。ん？終わりか？
ましてだろうね。わしとしたことがラードを切らすなんて。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。ひょう。どういうこと？チキショー、まだ頭がクラクラすんで、とんでもねえ映像を流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石、なんだろう。だから、そういう映像だろう。